太平洋、プレート海洋プレートの年齢。北緯15度、統計155度付近は最も古い青色となっている。太平洋プレートは、太平洋の海底の近く及びマントル上型のリソスフェアを形成する海洋プレートである。南緯55度以南を東西に走る太平洋、南極海嶺と、チリ沖のイースター島からカリフォルニア湾まで連なる東。 太平洋海嶺を中央海嶺として1.9億年前、すなわち中世代ジュラ紀頃に誕生して拡大し続けたプレートである。現在北位15度、統計155度にプレートの最古の部分が残されていると考えられている。現在、太平洋プレートの北半球のハワイ諸島の位置にはホットスポットがあり、太古の海底火山の列がハワイ諸島の北西延長線上から くの字に折れ曲がるようにして、カムチャツカ半島の付け根やアリューシャン列島の方向へ向かって並んでいる。このうちハワイに近い位置のものは、ハワイ海嶺、おおむね北緯33度くらいで、北北東へ向かう海山の列を天皇宮間列と呼んでいる。これは、プレートの移動の歴史を示すもので、最初プレートが北に向かって移動していたものが西に移動するようになったことを示している。 ホットスポットによって形成されたミヤマの列の方向が変わったのはインドプレートがユーラシアプレートにぶつかった4000万年前のこととする説が有力である。ありがとうございます。